はい、ということでね、酒好きな元新潟人の飲酒動画、今日はですね、皆様にお伝えしたいことがあります。前回、以前、使っていたツイッターがですね、新しくなりまして、ツイッター新しいアカウント作りまして、前回のやつはいわゆる、爆破しましたんで、またね、新しいツイッターアカウントは、できたんで、新しいのね、下の、概要欄から、ツイッターね、フォローしてください。ということで、それだけです。ということで、今回は、日本酒です。こちら、沢の鶴という、メーカー、あんまり聞いたことないな、の日本酒の 1.5カップ。日本酒に、天然水仕込み。アルコール度数が 13.5 度。原材料名が米かっこ国産、日本産と、米麹かっこ日本産米と、醸造アルコールと、糖類と酸味料。これ糖類使われてんだな。容量が 270ml サイズと、かなりでかい。270cc 入っている。これは結構なでかさ。ですね。沢の鶴株式会社。神戸市。神戸市南区の会社です。うん。沢の鶴、うん。まあ、あまり聞いたことはないっていうメーカーですけど。まあ、久々に日本酒を飲んでいきたいと思います。乾杯。あ、割と飲みやすい。うん。アルコール度数 13.5% って割とちょっと低めでもない。日本酒って大体アルコール度数15度ぐらいある感じします。今日のつまみは久々につまみピザポテト。ピザポテト大好きなピザポテト。いただきます。沢の鶴というメーカーなんですが、沢の鶴。あんまり聞いたことないですね。割とマイルドな感じで。まあちょっと酸味はあるけど。飲みにくいっていうのと飲みやすいって言ったら割と飲みやすい部類ですね。うん。あ、以前俺が米だけの酒を買った、あれの会社っすね。うん。ドリドリ。米だけの酒は恐ろしくまあ、かなりまずかったっすけど。ちなみにこちらの、1.5 カップ。単調らしいですね。名前が。これ全然書いてないんだけど。単調って名前らしい、ね。あ、ここに書いてあれば、沢の鶴単調って書いてある、ワンカップ酒。米、水、作り、味わいにこだわった大きめのカップ酒。コクと旨味の、生なんとかブレンド。生なんとかをブレンドし、喉越しのうまさにこだわる、すっきりとした飲み飽きしないお酒です。酒質が普通酒で、甘辛度が軽快、滑らかタイプ。タイプが中口で、精米具合が 75%、アルコール度数 13.5%。日本酒度がプラス 2.0、酸度が 1.3。で、アミノ酸が 1.1。
値段が218円。メーカーの、参考価格。おすすめ飲み頃温度が10度付近と、45度から50度付近になってます。ちょっとあれか。勘にして飲んでみよう。45度から50度付近。勘ぐらい。ああ、垂れてる。もったいない、半だけぐらいです。ああ、もったいない。監修にしてみて。うわあ、もったいない、こぼれた。もったいない。もったいない。まあ、以前の、飲んだ、米だけの酒。あちらはかなり、まあ、あれは、生原酒だった。違う、純米酒か。純米酒。まあ、かなり。まあ、ぶっちゃけ言うとあんま美味しくなかった。ちなみにこの 1.5 カップの味わい濃いめっていうのも売ってるみたいです。まあ見た目はほとんど変わらないんだけど。味わい濃いめって書いてあるね。で、あと 1.5 カップのたっぷり生貯蔵酒っていうのも売ってるみたいですね。あと辛口っていうのも売ってるみたいです。この会社が、出してる日本酒のワンカップ酒は全部で1,2,3,4,5、沢の鶴のサワーフレンドっていうのもあるし、もう一つもあるし、7個ぐらい出してるのか。全部で7個ぐらい出してます。それじゃあ、ちょっと缶にしたやつを飲んでみましょうか。やっぱピザポテトうめえな。ちょっと熱いかな。30秒加熱しただけでも結構熱いんだ。完璧。ああ。やっぱりどうしても熱燗にすると、喉に来る、その、アルコールの揮発した部分が結構来るんで、喉が辛い。まあでも普通な、あれっすかね。割と、まあ。まあちょっと辛いぐらいな感じの。ちょうどいい感じ。あ、これ結構美味しいわ。ちょっと熱燗か燗ぐらいでちょうどいいかも。常温よば。割と。香りもしっかり出るし。なんか、ちょっとマイルドな感じやねんな。常温で飲むと。割となんか、そんなにコクもないし。
風味もそんなにない感じはあるけど。でもあれやん。熱燗ぐらいですると。うん。ちょうどいい感じの。うん。美味しさになる。あ、冷やでもうまいって書いてあるな。10度付近と45度から50度付近が一番うまいって書いてある。これ冷やぐらいが一番うまいかもしれない。まぁ、ちょっとそこら辺は。まぁ、冷蔵庫で基本的に俺冷やさない。大体何でもそうだけど。チューハイと生ビールとかビール以外は基本的に、常温で飲む派なんで。まあ、缶とかだったら割と。うん。ちゃんとしっかり、味も感じられるし。うん。甘さも、ちゃんと感じられるレベルで。まあ、うまいんじゃないですか？普通に。まあ、常温で飲むと大してうまくねえけど、まあ、パンとかで飲むと、ちょっと、うん。な、特にえぐみもないし、うん、まあ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 。まあでもなんだかんだ言ってあれだから。基準値が、俺の中の基準値が、日本酒の基準値大体常温だから。うん。常温だとやっぱりちょっと若干、ちょっと癖みたいなのがあるな。若干癖がある。うん。やっぱり、お酒って、美味しく飲むのに重要なのは、癖と、えぐみみたいなのがあったりすると、やっぱり、まあ当たり前やけど、癖っていうのは割となんとかなるんですよ。癖っていうのは、飲む人によって、こういう味がうまいっていう人もいれば、まあまずいっていう人もいるんで。癖はなんとかなるんだけど、まあ、えぐみみたいなのがあると、もうダメっす。もう、えぐみがあったりすると、確実に二つ星、俺の中だと二つ星以下になる、確実になるレベルなの。もう、えぐいみたいな。うん。うん。これは特に、そういったこともないっすけど、まあ、まあ、突筆すべきところ、風味もないですしね。前飲んだ、あれ何やったっけな。木桜。木桜みたいな、ああいう、木桜独特の風味みたいなのも特にしないんで。特に突筆すべき点は、まあ、見当たらない感じですかね。でも、木桜はあれやね。あれ、はすげえ。あれ、木桜特有のあれ、木桜にしかない日本酒の風味するからね。あれはちょっと、なかなか、あれは飲んだ方がいいレベルな。うん。木桜って木桜特有の味すんねんな。うん。それがまた、えぐくもなくて、いわゆる、癖もない。だけど、
どちらかって言ったら、やっぱり他の日本酒とは全く一線を画す風味が、あるっていう意味で、まあ、明らかに、他の、え?っていう感じやねん。え?っていう。うん、この会社なぜか、なぜか日本酒売ってる会社なのになぜか、梅が売ってますね。あの、いわゆる、梅です。梅干しが売ってる。吟醸梅っていう。日本一の梅の里で採れる最高級品種の南高梅を吟醸酒で漬けました。へぇー。吟醸酒で漬けた梅、うわ、高っ155g 入りで665円。ひえ。恐ろしく高いやん。ちなみに12粒入りの 230g がなんと3000円する。切り箱入りだって。ひえ。これ売れんのかこれ。はあ、最高級にランク付けされる紀州産の南高梅を皿の、沢の鶴の吟醸酒で丹念に漬け込みました。聞いたことない。あの、梅干しを日本酒で漬け込むって聞いたことねえな。コク、甘み。まあでも割とこれ普通の日本酒でしょうな、これ。特に突筆するべきでもない。3333です。ご視聴ありがとうございました。